どうも西田渡です。本日なんですけれども、おすすめコンデジを、ご紹介しますというところで、コンデジ企画はやっぱりね、スマホがどれだけ写真がよく撮れるとかって言っても、皆さんやっぱり写真を撮り出すとですね、スマホじゃっていうところにたどり着くんですよね。もちろんね、スマホでも撮ろうと思えばめっちゃいい写真って撮れるんですけど、やっぱマインドセットってあれですよね、こう押すっていう行為がちゃんとハードウェアでこういう風に構えて撮るっていう行為がですね、結局人間っていうのはなかなか簡単には進化できない生き物っていうところで、とはいえ、コンデジっていうのはですね、どん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 生産されなくなっている。で、新型のコンデジっていうのはもうほぼ作られることはないであろうっていう、まあワンチャン GR4 が出るかどうかっていう、この辺ぐらいですよね。 GR4 は多分出たらもちろん売れるっていう、確証はあるんですけども、ただ3から4にどういう進化を得るのかっていうところはありますよね。 APS-C を変えないのであれば、高感度にもうちょっと強くするぐらい、ノイズ耐性を強くするとか、連写機ではないですからね、 GR も。まあっていうところで 3つぐらいご紹介しようかなと思っております。まず最初、最近一押しこれですね、はい、コダックの FZ45 っていうことで、これまあ結構以前も紹介したんですかね、もう激安コンデジってところで、これご覧ください。乾電池で駆動っていうね乾電池で駆動で、ポップアップなしでいきなりストロボついてるので、オートにしておけば電源立ち上げて、電源立ち上がるのもまた遅いんですけどね、シャッター切れるまでどれぐらいかな、今チャージしてます、あ、切れるようになったっていう感じなので、まあ GR とかと比べちゃうとめっちゃ遅いんですが、僕はですね、これをガーッとずっと撮り続けるというか、あっと思った時に本当記録のような感じで撮っておいて、映るんですみたいに一月見ない、取り出さないっていう風にやってます。で、この間それがすごく面白くて、12月撮った写真っていう形でインスタでも上げてるんですけれども、これを一月2月ぐらいガッチャンコしたのを、そのまま時系列で写真集作ってみようかなっていうのを今考え中でございまして、それ用に今撮っております。と、あとこれ自身がコダックカラーでして、コダックのね、フィルムでいうとこのゴールド200だっけな、シャドウ部がなんか緑がかるんですよ。で、人肌とかちょっとゴールドって歌ってるだけあって、ちょっとイエローっぽいって感じで、そういう描写が出るんですよね。ノイズが出てなくても本当にフィルムっぽいんですよ。 JPEG 一発で多少キャプチャー1で色を触るんですけども、 JPEG 一発でね。ですがね、そんな触らなくてももう十分に絵として成り立っているっていうのが、これなかなか面白くて、ちょっと暗めに映ることが多いので、まあ露光量持ち上げたり、シャドウ持ち上げたり、コントラストはそんな切らなくていいかな。で、トーンカーブでちょっとこう全体的に中間値を押し上げてあげてっていう風にすると、結構いい感じでフィルムで撮ったかのような描写が可能ということで、しかもこれ電池駆動1万5000円なんですよ。でもこの間ね、動画で結構押したら多分今どうだろうな、多分ヨドバシとかでは買えるんじゃないかな。なので一応概要欄貼っておきます。これおすすめです。電池で動くのいいですよね。いざだったらコンビニで電池が買えるっていう形でございます。で、続きましておすすめはこれかな。これ1台だけ持ち出すっていうのであれば、これ G7X Mark II、 なんで3じゃないのって言われると、僕の場合はキャプチャー1で、 G7X Mark II はレンズプロファイルがあるからっていう、3はないんですよね。で、デジック7で、 G9X Mark III になる と、デジック8なんですけども、まあそんな差はないですから、まあムービーも撮りたいっていう人は G7X Mark III の方がいいかもしれませんが、僕はスチルなんでね、もう全然問題なしっていう素晴らしいカメラでございます。もうここに露出補正も入ってるし、露出補正入ってるでしょ。だからあとはここで、まあ、シャッタースピード変えたりとか、ここのダイヤルもあったりするので、もうほぼミラーレス一眼使ってるのは、シャッタースピード絞り、露出補正とかっていう、なのでまあいざとISOとかもいけると思いますし、ミラーレス一眼みたいな使い方もできると。ただまあ僕の場合はもうシャッタースピード優先にしといてバシバシ撮ると。で、24-100mm かな。で、何がいいかっていうと、1日のコンデジでローももちろん撮れて、で、絞りが 1.8、2.8 なんですよ。だから 100mm で F2.8 で1インチで 300g、筐体の大きさ的には、まあ、ポケットに入るって感じですかね。ジャストなデニムとか履いてると入んないですけど、ちょっと緩い上着とか着たらスッと入りますし、まあ一応ギリポケッタブルなレベルかなと。G5X Mark II もいいんですが、まあそれはディスコになってるか、これもディスコンか、生産終了ですが、G5X Mark II になると 120mm まであるんだけど、もう一回りでかいんですよね。ポケッタブルではなくなるんですよ。
これはギリポケッタブルで、まあ僕はちょっと RX100M7 売っちゃったんですけど、こっちの方が RX100M7 20-200で最高だったんですが、2.8、4.5 っていうところを考えると、これは安心でしたね。以前、家族とコンデジみたいな感じで僕メインチャンネルで動画出してるので、そちらをご覧いただくと、これ1本で撮っておりまして。で、インスタにもこれの作例上げてます。結構やっぱデジックのエモい描写ができてるので、家族の思い出も通ることができるし、その流れで24100mmであるんでね、その流れでもうやっぱ作品ライクなものも撮れるっていう、1台だけコンデジ持ち出さなきゃいけない、他は持っていかない、でもクオリティ上げたいってなったら、もう有無を言わさずこれ持っていっとけば安心かな。で、給電は多分マイクロ USB になるのかな、ここが。だからこれがデメリットの一つになるか、充電っていうところになると。ちょっと今まであんまり気にしてなかったのでね、一応ポップアップストローもあります。だでもね、明るいレンズなんであんまりポップアップストローを使う必要もないと。だけどわざとストロボ焚いて、ちょっとそういう映るんですっぽい描写も可能だと思うんですよね。そっか、だから充電ってまだちょっとごめんなさい、したことなかったんですが、まあバッテリーもね結構潤沢にあるので、だいたいこのバッテリーですね、 NB13L か、これですね。なんで G9X M2 とかもこれだし、 G5X M2 もこれだしっていう、もうこの NB13L これ持っとけばほとんど SX70HS もそうだし、なんでキヤノンのコンデジはさっきの NB13L 持っておけばほぼ OK っていう。なんで最近これは中古で買ったんですけど、あ、新品で買ったっけな、新品かこれ。まあこれはとりあえず手放す気は一番今ないコンデジですかね。GR とこれっていう風になったら僕はもう絶対こっち持ち出しますね。 GR はやっぱり 28mm 単玉でってなると、あ、だったら Q3 もあるし、まあもちろんねコンパクトなんですけど、だったら最悪 G9X M2 の1インチコンデジ 28mmF2 で展開してもいいかなっていう感じですね。 F2 まで明るさあればね、むしろ GR の 28mmF2.8 よりも1インチで F2 の方が運用はしやすいんですよね。これもだから実質 F2 ぐらいだと思うんですよ。 24mm で F1.8 で 28mm で多分 F2 ぐらいだと思うので、なんですよね。だから僕の中では1インチと APS-C ってもう、あ、ぶっちゃけですけどあんまり差がないっていう。だったらいっそのことをもうこのライカにズマロンとかつけてとか、エルマリートつけて運用する方が 700g になるんで、700g、 もちろん 200g と 700g 違いますが、そのぐらい差つけないと1インチかフルサイズぐらいまで振り切る、1インチか 2.3 分の1センサーぐらいまで振り切って、ボケの表現なのかパンフォーカスの表現なのかっていう風に振り切る方が面白いかなと思ってますね。なのでやれ APS-C だ、マイクロフォーサーズだ、フルサイズだとか、そのなんかサイズマウントとかっていう話とかもなんか SNS 界隈では結構わちゃわちゃ盛り上がってね、楽しいネタにはなってますけれども、まあ、これ極論究極で言うとこんな話とかって結構ナンセンスで、フルサイズか 2.3 分の1センサーかっていうか、1インチぐらい、1インチ 2.3 分の1の枠か、スチールにおいてはね、フルサイズ、このぐらいで考えて OK かなと。で、中盤まで行くのであれば、中盤に関してはもうちょっと次元が違って、ボケ動向の前にちゃんとセンサーが16ビットの色の深度っていうか、16ビットの色を RGB で扱えるかどうかっていう、ここが大きなフルサイズと中盤の違いなんですよね。だ多分確か富士も16ビットですよね、 RGB がね、そこが大きく違うんですよ。これ普段のローデータってフルサイズかも14ビットですから、そのこの14ビットか16ビットの色の違いっていうところが正直中盤とフルサイズの大きな違い、メリットって、ボケとかじゃないですね、色のそのやっぱグラデーションの美しさっていうところは、そこを欲しい人は中盤使えばいいっていう感じですかね。じゃないとね、でかくなってオートフォーカスも弱くて、マニュアルも特にね合わせにくいファインダーでっていう風になるとメリットないですよね。やっぱ色のグラデーション、これをどれだけ使いたいかどうかっていうことになるかな。なので、14ビットのローデータを扱うこのシステムの中ではフルサイズか、次いきますけどこれ HX99、 これがちょっとまだ1回しかね僕メインチャンネルの動画でご紹介できてないんですけども、これを買うと同時にちょっと M11P とかも手に入っちゃった関係もあって、ライカを結構掘るのが必死で、こっちがまだ出番がないんですよね。ただ僕ちょっと今年パリに挑戦するにあたって、パリフォトに挑戦するにあたって、
フルさっき言ったねフルサイズでいくのか、もっともっとパンフォーカスを使った表現で振り切っていくのかっていう、ちょっとこれから本当にいけるかどうかっていうところのフィックスがあるんですけど、そこも皆様にロードトゥパリフォト2024この企画も、このメインチャンネルを通じてね、とパリまで行けるのかどうかっていうことのが、失敗するっていう報告だったり、成功する行けますっていう報告だったりもしつつ、じゃあ仮に行けるっていうふうになったのであれば、そのパリに行くまでの軌跡、写真集を作る軌跡っていうのを全て順を追ってお届けしようと思いますから、ぜひ皆様ね、行ける暁には皆様一緒にパリ行きましょうぜひ。でパリで何らかフォトウォークとかできたら面白いのかなという、そしてパリで僕の写真集買ってくださいあえてっていうっていうので、フルサイズのメリットもあるし、さっき言ったこの HX この99の面白さですね、ローデータがまず取れると、これで高倍率ズームなんですよ、これ24-720mm で高倍率ズームのコンデジャー、今まではキャノンの SX740HS っていう24-960mm だけど JPEG しか撮れない 300g、これがですね 260g ぐらいだったかな、めっちゃ軽いんですよ。バッテリーはこれですね、あの ZV-R とかと共用の NP-BX1 っていうタイプ、これがですねバッテリーと入れて235でカード入れて241g なんですよね。うん、241g GR と同じぐらいです。でさらにローが撮れるっていう、 SX-700HS はローが撮れないんですよ。ISO感度はこれが3200枚だったかな、 SX-700HS は800ぐらいまでがまあ使えるかなっていうレベルなんですよね。でまあこれ3200枚で撮ってみたんですけど、かなりノイズは出るんだけど、やっぱソニーのノイズ処理のうまさって結構やっぱノイズ、空ノイズを出さない、解像度もあんま殺さないという意味ではやっぱうまいんですよね、処理がね。なのであのこっちの表現ね、カラーオブ関西をがっつりやるのであればキャノンの描写 SX-700HS の方がいいんですけれども、そのパリを狙っパリフォトで写真集を売るっていう風な企画になった時に、東京を切り取るっていうのは なんとなくふわっと自分の中で思ってるんですが、そこまで色彩を振り切る必要があるかどうかっていう問題が出てくる時には、意外とソニーとかライカとかっていうこの辺の、ま、ライカでゾーンフォーカス、オキピンのパンフォーカスで狙っていくとか、 28mm あたりつけて、でこれで 2.3/1 センサーなんで 720mm までの超高倍率の望遠使ってもパンフォーカスが狙えるわけですよね。 2.3/1 だったら、あの普通のフルサイズじゃ絶対に、捉えることのできない表現ができたりするんですよ。ゲイズボリューム1にも入っているんですけども、ゲイズボリューム1、例えばなんですがこの描写とかね、これは SX-700HS の 960mm とかのレンジで撮っているんですけども、普通じゃこれもう手前に合わせたらこっちボッケボケですよ、これ 960mm ね。なのでこういうパンフォーカスが 2.3/1 のセンサーになると表現的に可能になると、まるで本当にこう浮世絵で重ねたレイヤー感みたいなね、全部にピントが合ってるっていう、これはフルサイズはできないね、のそういう 960mm とかの望遠使ってもって。だから先ほど申し上げた通り、よくさっき言ったフルサイズだマイクロフォーサーがどっちがあれだなんだっていうマウント合戦っていう、大体皆さんマイクロフォーサーズになると、機材が軽くなるとかパンフォーカスが作りやすくなるとかって言うんですけど、パンフォーカス作りたかったら、そして望遠で機材を軽くするんだったらこれです、もうまさに。でローデータ取れますからね、これもメインチャンネルで動画出してますから検索していただければ出ると思うのでご覧ください。作例も出てます、確か、インスタグラムにも上げてるはずなので、ぜひともねそちらご覧いただけたらと思います。コンデジャー今この3つで大体集約してきましたかね、ちょっとまだこれがそこまで使い切れてないので、ただこれは僕すごい可能性感じますね、 HX99 は。で、今写真集を出そうと思ってるのはこれ、FZ45 15,000円のコンデジで、これが10万弱ぐらいかな、G7X Mark II、これは1台あればもう取れないものはないって感じですかね。2400mm あれば取れないものないですよね、だって8割方取れるから。で F1.8 で 2.8 なんで、でシャッタースピードを稼げて開放で取れば、さっき言った1日コンデジだとね、でも1日ぐらいになるとね結構ボケるんですよ、で 1.8 とかの開放だとね。なので意外と考えて取らなきゃいけない部分も出てくるので、その点この 2.3/1 CMOS センサーは本当おすすめ。あのいちいちフォーカスが気にしないで、えいやって画面だけをどういう写真を撮るかってだけを決めて、えいやって撮ってしまえば大体ピントが合ってるので、
写真として構図力さえあればきっちりと作品が作れると。この辺を意識してコンデジを選んでもらえるといいかなと。こちらも、この FZ45 も 2.3 分の1シモセンサー、これは JPEG しか撮れないで乾電池ですねっていう感じですかね。なので僕の場合はもう今年はまあキヤノンもね多分 R1 とか R5 とか出てくるとは思うんですけれども、それはまあ一応試しています。で写真集を作る中でその表現がハマると思えば、キヤノン機は使っていくとは思うんですけれども、ただまあオートフォーカスがどん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 進化するみたいなところは多分もう僕の作品においてはあんまり関係なくなってくるかなと。どれだけマニュアルフォーカスとかそのフィーリングの方が大事になってくるので、まあ、引き続き M 型をメインで使いながら、あとはですねこのコンデジのそのサイズ1インチなのか 2.3 分の1なのかっていうこの辺で多分表現していくのがなんかメインになりそうな予感がしてます。なのでただこれは予感がしてるだけで、例えばキヤノンでの R5 Mark II とかの写りがあまりにも良すぎるからこれで何かしたいと思えばそれでゲージとか何か別のプロジェクト一冊作るかもしれませんし、その辺はあとはねキヤノンファンの皆さんも多いでしょうから皆様の期待に応えてっていう写真集の出し方もあるかもしれませんが、コンデジに関してはもうこの3機種 FZ45 G7X Mark II で HX99、 まあそれぞれ全部これは今売ってますよね現行で。あとは中古か新品も多少在庫が残ってる可能性はあると思うので、まあ、一応概要欄貼っておきますので気になった方はねぜひご購入いただいたり僕の過去動画見ていただいたりで、あとインスタグラムで作例見ていただけるとなるほどと。まあライカとかねもう本当に最高峰の写りの写真も僕のインスタグラムは並んでますけど、それ以外にコンデジの表現っていうのもね G7X Mark II もあのインスタに載せてますのでいろいろ見てみてください。なんでこの画面で見る限りは正直わからんなっていうのは間違いないかなと思っております。参考になれば幸いです。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田でした。